こんにちは。日本学術書道会の田村貴壇です。今日も単行者の前後100課から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、春は一種のうちにありです。一枝の根が膨らみ始めた、もうそれだけで春はあたりに変満しているという意味です。理科一子の春や一家開いて天下春なりなどというのと同じです。それでは今から春は一子のうちにありを書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。